さてここからは先ほどの糖質中毒とともに現在話題になっている本ご紹介しましょう。アメリカ人の調査報道ジャーナリストジェフェリー・ケインが書きましたAI 監獄ウイグルという本です。今朝はこの本の編集担当新潮社の門彩子さんにお話を聞いていきます。門さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。新潮社の門と申します。よろしくお願いします。お願いいたします。さて早速なんですけれども、本の内容は後ほど伺いますが、あさって4日にですね、北京で開幕する冬季オリンピック、外交ボイコットを表明したアメリカ政府にオーストラリア、イギリス、カナダ政府も続きました。日本政府も閣僚など派遣しないことを決めています。でこのボイコットの一番の理由に挙げられるのが中国政府による新疆ウイグル自治区への人権弾圧です。でその残虐さとか強制収容所の実態などはすでに報じられているんですが、その北京オリンピック開幕直前のタイミングでのこの AI 監獄ウイグル発売です。門さん、これは結構勇気のいる決断だったのかななんて思うんですが、そのあたりいかがですか？あ、勇気がいると言いますか、ここに合わせて本当に、はい、1年間準備をしてきた本です。はい、あ、ここに合わせたってことなんですね。そうですね、きっとやっぱり正直に言って遠いお話っていうのは私たちもすごく感じるところなんですけど、この機運の中でこそぜひ読んでいただきたいと思って、やってきました。はい、まあ、これ読めばわかるんです。私も拝読しましたけれども、まあ、かなりいろいろな意味でショックを受けるものですものね。はい、そうですね、本当に現地で、ね、ウイグルの人々がどんな扱いを受けているか、どんな日々を送っているかっていうのをまずアメリカで、この元々の本はアメリカで出た本なので、そういう本が、面白い本が出るので日本でも訳さないかっていうオファーが来たのが去年の今頃だったと思うんですけど、その時から本当に社内でもチームを作ってやってきました。で、はい、普通は担当編集って本の場合は一人なんですね。はい、パッパといろいろ早く決めていかないといけないので一人担当っていうことが多いんですけど、この本についてはもう一人亀崎という女性の編集者がいて、はい、っていうのはこの本をうちでやろうとなった時に私も彼女も自分がやりますと言って譲らなくって、はい、本当に緊迫した会議が一回行われたんですけど、私がやります、私もやりますって言って譲らなくって、で結局一緒にやることになって、はい、でそれで二人体制ででもなんとか作業を終えて、本当にこの本をそのまましっかり訳して発売することができました。ああ、そうですか。私今二人って言っててっきりですね、どこかから圧力がかかった時にその対応もう一人が対応するみたいな、まあ、おそらくそういうこともあるのかもしれないけれども、門さん、この本の反響ってどうですか？あ、そうですね、本当に最初から、本がよく売れていて、発売6日目で最初の、重版がかかりました。はい、翻訳物で、まあ、お値段も決して安いとは言えないんですけれども、やっぱりそれだけの内容と見てくださって、イスラムに詳しい飯山あかりさんですとか、はい、ジャーナリストの佐々木俊直さんですとか、池上彰さんも読んでいただいて書評もくださって、とっても大きな、はい、いいスタートが切れたなと思っています。門さん、今お話にありましたけれども、この AI 監獄ウイグル、そもそもアメリカ人ジャーナリストの体験とか調査によって書かれてますとなると、これすでにもう全世界で読まれているって感じですか？ですね、私はごめんなさい、どこの国で翻訳されたっていう情報は持っていないんですけれども、アメリカで、発売されて、著者はいろんなところに、取材で出かけていますので、はい、ヨーロッパにも滞在してますし、トルコにも住んでいましたし、広がりはあるのかなと思っています。はい、さてこのノンフィクション作品 AI 監獄ウイグルです。まあ、タイトルに AI 監獄、 AI といえば人工知能ですよね。うん、この AI 監獄とあるように、まあ、中国この人工知能であります AI を使うことで、まあ、多くのウイグル人などへの取り締まり、まあ、これが強化されている、これは事実なんですね。そうですね、 AI っていうとなかなか、私も本書をこんなにしっかり編集するまでなかなかイメージ湧かなかったんですけど、はい、AI の目というふうに、 AI の目ですね、はい、と考えるとちょっと分かりやすいかもしれなくて、たくさんその私たちの情報っていうのがもう
取られてしまっているんですね、はい、そのウイグルの人々は朝起きて、すぐ近所の自警団の人にコンコンってドアをノックされて、今日なんかあなたたちのお家はいつもの散歩に出なかったけれど何があったんですか、あるいはあなたたちのお家について何か怪しいことがあると情報提供を受けました、どうなってますか、でそれにしっかり答えないと OK がもらえない、はい、OK がもらえたお家はその自警団の女性によってスマホを通じてこの家庭は大丈夫っていう情報が中央に送られるんですね、1日1回、ですとか家族が、出かけるときにはガソリンスタンドに入るのもコンビニに行くにもお店の前のスキャナーでピッて自分のスマホをスキャンしないと入れない、はい、ですとか、健康診断っていうのがもうすでに行われていて、そこで顔の写真ですとか音声の情報が全部取られている、で DNA なんかももう取られてサンプルが当局に取られてしまっているっていうことなので、全ての情報、体に関する情報、毎日何を買ったか、毎日どこに行っているかっていうのが、もうすでに毎日取られている中で、はい、AI の目がこの人は怪しい、怪しい動きをしてるっていうふうに選ばれてしまう、そしてその先には呼び出しがあってさまざまな強制施設、はい、息が待っているっていうことがしっかり描かれているっていうものになってます、はい、で確かにこのウイグル人への弾圧、特に再教育などのこの現状もですね、分かる本となってますが、まずその今もお話し出ました驚かされるのがやはりこの中国の AI による監視技術のレベルの高さなんですよね、カメラの数、本の中にも1億7000万台というふうに出てますし、はい、この監視システムの分析のレベルですとか、あとはその15キロ離れた場所から個人を識別できるカメラなんかもあるなんていうふうにも出てますし、はい、これ全てにおいて私たちの想像をこれ上回ってますよね。そうですね。で、面白いというか、ぜひ知っていただきたいのはそれは全部中国が作ったものではなくて、はい、私たち本人 の, 後ろのところに端的にまとめるとアメリカで生まれ、はい、中国で完成したシステムが世界を統治するというふうに書いているんですけれども、その今はほら米中対立、はい、米中対立激化っていうことがありますけど、その少し前には関係の良好な時期があって、でその時には米中双方のテック企業が非常にいい関係にあった、はい、でアメリカの IT 企業が最先端の技術をウイグル自治区で使うように提供していたっていう、もう衝撃の事実なんかも、はい、しっかり書かれていて、それはこのジェフリー・ケインさんという著者が現地に足を運びつつも、前の本がサムソンについてなんですけれども、はい、こういったその技術、最先端技術にとても詳しくて、それを一般の人にも分かりやすく書くのにとても長けた著者なので、その全体像が頭に入ってくるという本になっています、はい、加藤さん、この本の著者ジェフリー・ケインという人物、これはどういう人なんでしょう。ジェフリー・ケインさんはアメリカ人で、面白いと言ったらなんですけれども、やっぱり現地にしっかり足を運んでいる人です。で、ウイグルに2009年から17年にかけて6回足を運んでいます、はい、で、端的に言うとその、ウイグルでどういうふうな監視システムが作動しているのかっていうのを知りたくて現地に行くわけですけれども、はい、でもやっぱりそこで感じたのは、自分が現地のことを取材する以前に彼らは自分のことを知っている、彼らが自分のことを把握しているっていうことで圧倒されたっていうふうに書いています、はい、さあそして複数の国が北京オリンピックのこの外交ボイコットを決めるなど、中国政府による新疆ウイグル自治区への弾圧、これは世界が声を上げる深刻な人権問題として知られるようになりましたが、加藤さん、そもそもこの中国がウイグルの弾圧、これを始めたきっかけというのは何だったんでしょう、はい、やっぱり私は編集者なので、本に関してしか言えないんですけど、はいはい、やっぱり一つの中国っていうのをしっかり形作るため
ですよね、はい、と、まあ、いろいろ中国も民族がいますけれども、はい、その漢民族っていうものをとにかくメインにして、はいはい、そして、まあ、いろいろな宗教もありますよね。そうですね、でウイグルの人たちはねイスラムの宗教イスラム教の方が多いので、はい、やっぱりそういう宗教への弾圧っていうのはすごく大きいところだと思います、でそんなその弾圧の中でやはりこのウイグル人の人たちは人たちで反発をする、はい、とその反発を今度はまた中国は抑えにかかってくると、うん、この図式ですもんね。そうですね、そしてその中国はどういうふうにそのテクノロジーを駆使した監視社会というのを作り上げていったんでしょう。そうですね、この本の中に著者のジェフリー・ケインさんは168名のウイグルの人たちに話を聞いて、はい、この本を書いてます。で、はい、面白いのがその中に登場するのが AI のシステムを現地に導入した、はい、でウイグル人の男性の証言なんですね、はい、現地の人にも協力をさせて強固なシステムを作っていったっていう証言を引き出しているのはすごく面白いところです、その外部からだけ集めたんじゃなくて内部にも協力をさせてっていうところなんですね、はい、そうですね、そしてこれ具体的にはその先ほども少しお話伺いましたけれども AI 使ってどういう監視が行われるんでしょう。 AI を使って監視っていうのはやっぱり全ての人々の情報を取っていくっていうことですよね、はい、何を買ったのかどこに行ったのか、うん、でその人間がどういう家族構成で本当に DNA サンプルももう彼らは持っていますので、はい、どういう人間なのか何を考えているのかっていうところまで、はい、本当に私たちだったらちょっと考えられないですけれども、情報を取った上で AI の目で監視をして危なそうな人間を選び出す、でそれは人間が選び出すのではないので、はい、もう本当に私たちのもう人知を超えている、それが正しいかどうかすらわからない、はい、っていう本当に空を恐ろしさがあると思います、はい、でこの監視管理するだけではなくてですね、これはラジオ機の方もご存知の通り収容所というのがあって、その収容所に連行されるケースも多々あって、これが150万人とも言われてますよね。そうですね、たくさんいろいろな数字があるんですけれども、ジェフリー・ケインさんはこの本の中でこういうふうに言ってます、はい、2017年以降推定180万人のウイグル人、カザフ人、その他の主としてイスラム系少数民族の人々が思想ウイルスやテロリスト思考を持っていると中国政府から糾弾され、地域全体にある何百もの強制収容所に連行された、はい、でこれは第二次世界大戦中のホロコースト以来史上最大規模の少数民族の強制収容だった、はい、というふうに述べています。これも本をぜひとも読んでいただきたいんですけれども、先ほども加藤さん少しおっしゃってました、はい、AI の予測的な取り締まりでそのウイグル人のその人が信用できるかできないかも判定されるわけですものね。そうですね、この本の、後半に出てくるのはメイセムというとても賢い20代の女性です、はい、でウイグルでもとてもいい成績を収めたので北京の一流大学に進むんですね。はい、ただ彼女はやっぱり勉強したいと思って北京に行ってみて分かったことは、そのやっぱりこの中国を動かしているのは漢族の人々 で、でウイグル人っていうのは一段を取った人々だっていうふうに広く思われていて、授業中にも先生に当ててもらえないっていう本当に孤独な大学生活を送ります、はい、でも彼女は勉強を諦めないでトルコに留学をするんですよ。トルコの大学院に進学をするんですけれども、でもそこからが本当にかわいそうなところで、外国にいる家族がいる家族っていうのは信用されないっていうことになってしまうんですね、でそこからメイセム本人とメイセムの家族の本当につらい道のりが始まるっていうのが本書の後半部分になっています、はい、でそのメイセムさんもですね収容所に入るんですね。そうなんですね、はい、
まあ、そこの下りがもう至るところにこの監視 AI の目があるんですね。そうですね、はい、うもう本当に最初は疑われて、はい、健康診断を受けるように、家族が健康診断を受けるように、その家族の身体的情報ですとか声ですとか、写真ですとかいろいろ撮られた上で、でもやっぱりあなたは信用できないっていうことで警察署に呼ばれて、はい、再教育センターに送られます、はい、ただそこで手違いがあって、彼女は一人交流センターっていうところにやられるんですよね、もうそこで経験したことっていうのは本当にもうぜひ読んでいただきたい内容です、はいはい。まあ、ですからこのお部屋があるとする、その部屋の四隅にはこの監視カメラがある、中央にもある、うん、床には動きを察知するセンサーもある、はい、まあ、そういう状況なんですね。そうですね、だもちろんトイレもシャワーもこの監視されてる、はい、今ラジオ機の方が、なんそれ未来のことでしょみたいなことを思ってるかもしれませんけれども、はい、これが現実だということなんですね。そうですね、ウイグルって中国の一番西の端っこですよね、はい、まあ、アジア大陸の、まあ、孤島みたいな、陸の孤島のような位置にもあると思うんですけども、そこにもう日本を超える IT のシステムがあって、はい、でそこが私たちが知らないうちにアメリカと中国のテック企業が作ったもう実験場のようなものが生まれていたっていうのが本当に衝撃的で、これは本当にぜひ知っていただきたいなと思っているところです。はい、おそらく今ラジオ機の方はですね、じゃあそのメイセムさんはどうなったのか、はい、で今はどうしてるのかっていうあたりは非常に気になるところですが、はい、カロさん、はい、このあたりどうですか。メイセムはなんとかその交流施設を抜け出すことには成功するんですね。そしてもうここにはいられない、脱出しようっていう決意を固めます。はい、そのためにすごく大きな犠牲を払うんですけども、ぜひそれはこの AI 監獄ウイグルを読んでいただきたいなと思っています。はい、さてアメリカではですね、中国の人権侵害理由として新疆ウイグル自治区からのこの輸入全面的に禁止するウイグル強制労働防止法、これが去年12月に成立しています。アップル、ナイキ、まあ、名だたる企業がウイグルに工場を持っているわけなんですが、加藤さん、この強制労働の問題も深刻ですね。あ、そうですね。で、そのことについても書いてあります、はい、いろんな施設に送られた人々が労働に、日中ですね、はい、労働に駆り出されるということも書いてありました。はい、あとこの今ですね、世界が新型コロナウイルスの感染拡大にあえいでいる昨今です。このコロナ禍が中国の強権的な振る舞い、決して人事じゃないってことを教えてくれると著者指摘してますね。はい、そうですね、はい、このあたりも本を読んでいただきたいですね。はい、そうですね、はい、あとはですね、その世界が注視するウイグルのこの人権問題です。覇権国家にのし上がる習近平率いるこの中国、それぞれ今後どうなると著者は見てますか。そうですね、今から著者のインタビューがいくつか用意されていますので、ぜひ読んでいただきたいなと思っていますが、はい、決して楽観はしていないということだけは言えると思います。はい、はい、加藤さん、その編集に携わった方としてですね、この AI 監獄ウイグルですけれども、読んだ人にこう何を感じ取ってほしいと思われてますか。そうですね、やっぱりこれが今起きていることだっていうことですね、はい、やっぱり翻訳物ってとても時間がかかっておるんですけども、私たちもう可能な限り最速で訳しましたので、本当に著者が、もともとの著者の、ジェフリー・ケインさんが読者に伝えたかったことをこの AI 監獄ウイグルでそのまま読者に伝えられるのじゃないかなと思っています。はい、この時間は新潮社の門彩子さんにお話を伺いました。門さんが編集手掛けましたジェフリー・ケイン著AI 監獄ウイグル、新潮社から好評発売中です。ぜひお読みになってみてください。加藤さん、今朝はありがとうございました。どうもありがとうございました。